それで、で、実はこの固有多項式の、根がですね、これから線形代数皆さん勉強していく中でいろんなところで出てくる重要な役割を果たすものですので、ここだけはきちっと覚えておいてほしいんですけれども、固有値という値ですね、これは教科書ですと111ページの定義 4.2 というところにあります。A を N 次正方行列としまして、φAX を A の固有多項式としたときに、この φAX の根を行列 A の固有値と呼びます。でこの固有値というのが、これから皆さんですね、そのこの後の線形代数2とか線形代数3でその線形写像っていうのを習っていくと思うんですけれども、それを習っていく中でその線形写像の性質を特徴づける重要な量として扱われます。でこれ応用分野においてもですね、いろいろなその考え会計になっているその元の問題の性質を表す量として非常に大事ですので、この固有値っていうのはよく覚えておいてください。さて、ここなんで疑問なんですけども、そもそも、行列 A というのは固有値を持つんですかっていうことですね。で高校までの数学ですと、こうやって行列 A が与えられて、これを A の固有値と呼びますっていうと、当然その固有値というのは A に対して存在するものだという前提があって、皆さんもそういうふうに理解してきたと思うんですけれども、本来数学はですね、固有値っていうのが定義されたときに、じゃあ A は固有値持つのかって、まずそこから始まるわけですね。で、持つとしたら何個持つんだろうっていうことになるわけです。で、その問題は実は A の固有多項式の問題に希釈することができて、固有多項式、これ φx イコール0っていう方程式ですね、方程式の性質に希釈することができて、じゃあこの今 A が N 次正方行列だったら、この A の固有多項式は N 次の多項式だから、その N 次の代数方程式は何個の根を持つんだろうかっていう話に希釈されるわけです。でこの問題というのは実は代数学の基本定理という偉大な定理がありまして、その定理が教えてくれます。でその代数学の基本定理というのが教科書です111ページの定理 4.2 というところに書かれております。一応読みますと、A0 から AN っていうのを複素数としまして、でこれをですね、複素数係数の多項式とします。で A0 は0ではないと。でこの時にこの FX は少なくとも1個の複素数の根を持つというのが代数学の基本定理の基本的な形です。で結果としてですね、K って書きましたけれども、この FX はですね、重複も込めてちょうど N 個の複素数の根を持つということが言えます。でここでちょっと注意していただきたいのは、重複も込めてっていうことはですね、これは何かっていうと、K 重根は K 個と数えましょうっていうことですね。例えば、x-2 の2乗っていう多項式があったら、これ2が10回だっていうことを多分高校数学でやったと思うんですけれども、この時はその根を2個と数えるわけですね。重根が2と7、二重根が2と2ってあったら、それは2個根がありますよっていうふうに数えると。そのような数え方をすると、N 次の多項式はですね、必ず N 個の複素数の根を持つということが言えていますので、これを使うと、N 次の正方行列 A というのは、成分が次数とか複素数であれば、N 個の固有値を持つと。重複も含めて N 個の固有値を持つということが言えます。ここまでいいでしょうか。まず、固有値、一応実数とか複素数を成分に持つ、正方行列 A というのは必ず固有値を持つと。でその個数もちゃんと決まっているということをまず押さえておいてください。で、さてですね、この固有値に対してですね、実はある特殊なベクトルが定まるんですけれども、そのまず α をですね、 A の一つの固有値としましょう。でこの時に、次のことが言えます。まずこれα っていうのは A の固有値ですから、これは A の固有多項式の根なわけですよね。まあ φA に α を代入すれば0になりますよと。でそれ定義式で書くと、φA の定義式はこの α 倍のかける en-a ですね。だからもともと固有多項式の定義は x 倍の en-a だったので、この x に α を代入したから α 倍の en-a の行列式がまあ0になりますよってことを言ってるわけですね。
で、これ行列式が0になるから、ここは符号を変えても大丈夫で、これを a-α 倍の en の行列式にしても、これは0に等しくなるわけですね。そうすると、この a-α 倍の en というのは行列だったわけです。で、その行列式が0ってことは、この行列ですね、a-α 倍の en という行列は、正則でないってことがまずわかります。これ一応、これ、教科書ですと定理 3.16 からこういうことが言えると。で、正則でないということから、この a-α 倍の en という行列のランクは n より小さいってことがわかります。で、さらに、このことからですね、ここからですね、正次連立次次方程式というのを考えるんですね。この a-α 倍の en を係数行列に持つような正次連立次次方程式。a-αEn かける v イコール0っていう方程式考えると、これが実は自明でない解 v を持つっていうことが分かるわけですね。まあ、この v はベクトルなんですけど、で、これを使ってですね、この式をちょっとばらしてみると、この a かける v、a かける v ありますね、これ分配法則でばらすと、a かける v マイナス α かける en かける v っていうふうになるんですけど、これが0になるから、そして a×v イコール α×v っていう等式が成り立つということが分かるわけです。で、ここでちょっと考えるとですね、a×v っていうのは、この v に行列 a をかけたものなんですね。で、一方で、α×v っていうのは、これ、α はさっき固有値でしたから、v のスカラー倍なわけですね。だから、v に行列をかけたものが、v にスカラーをかけたものに等しいっていうのは、普段はありえないんですけれども、これは V がそういう V と α に特別な関係があるからこういうことが成り立つんですね。ということで、この V はですね、実は固有値 α に付随する特別なベクトルという位置づけになりまして、ここで固有ベクトルというものを定義できます。一応この固有ベクトルの定義は、定義 4.3 ですね。すいません、ページ数忘れましたけど、教科書です。111ページにあります。A を N 次正方行列として、α を A の固有値とします。で、この時に、a-αEn×v イコール0ですね、を満たす、この0でないベクトル、0ベクトルでないベクトル V を、固有値 α に属する、もしくは固有値 α に付随する A の固有ベクトルと呼びます。で、とりあえず、この章っていうか、この線形代数1のところでは、これ以上のことはやりません。で、線形代数2と3の方で、固有ベクチや固有ベクトルの、性質ですとか、いろいろなことを学んでいくと思いますので、まず今回はその固有値と固有ベクトルがっていうのがあるということと、それからそれの計算の仕方を一応学んでおいてください。一応ここでですね、例題 4.5 に、その行列 A の固有値とそれぞれに対する固有ベクトルの計算の例題がありますので、ちょっと紹介しておきます。A は二次正方行列ですね。で、まず固有値を計算しようと思いますと、このまず固有多項式を計算します。固有多項式は、この場合、x×2 次の正方行列マイナス A の行列式ですから、x2 乗マイナス 3x となって、で、これの根ですから、固有値は0と3というふうになります。で、まずじゃあ固有値3に属する固有ベクトルを求めましょうということなんですけれども、ここではその固有ベクトルを v1、v2 というふうに置いて、で、この場合固有ベクトル、この固有値3に属する固有ベクトルはこういう連立方程式を満たしますので、この連立方程式の非自明な解をまず1個求めるということにします。で、だからまずこれ a-3e2 かというのはこういう行列ですので、これの簡約階段行列の変形を求めるわけですね。簡約階段行列への変形はちょっと皆さん各自で復習していただくとして、まあ、こういう形になりましたと。そうすると、v1-v2 イコール0っていう方程式が得られますから、固有ベクトルの一つは1、1というふうに求めることができます。で、そうですね、ちょっとすみません、今日は時間の都合で、もう一つの固有値0に属する固有ベクトルの計算の方は省略しますけれども、まあ、同じような形で、方法でこう求めることができまして、その固有ベクトルの一つは1とマイナス2というふうに求まります。ここまでよろしいでしょうか。